現行犯で逮捕する。私は夫の浮気相手に不法侵入と通報され、警察官に連行されようとしている。ただ自分の家にいただけなのに。おまわりさん、この女が私の婚約者の家に不法侵入してきたんです。捕まえてください。家主は私です。私がそう言った直後、夫の隼人が帰ってきた。怖かったと隼人に寄り添う彼女の姿を見て、私の中で全てがつながる。絶対に許さない。二人の人生を終了させよう。警察官にはもう少しここにいてもらう必要がありそうだ。私の名前は松田美代、30歳の兼業主婦だ。高校の同級生だった夫の隼人とは結婚して3年目、私たちは卒業から10年後の同窓会で再会。隼人は起業という学生時代からの夢を叶えるべく頑張っていた。私は会社員だが仕事人間なので話が合い、その後もよく会うように。やがて気の合う友人から恋人となり、2年後に結婚した。家事も生活費も折半にして、夫婦というよりは恋人同士に近い関係だ。隼人は大手の企業に勤め、夢に向けてスキルや資格を取得していた。高校時代からアルバイトに励み、資金も順調に貯まっているらしい。そこには彼の努力家で堅実な性格が反映されており、浪費することはなく倹約精神を貫いてきた結果だ。結婚して2馬力になったことで、さらに貯金ができるようになり、夢に近づいている。私もできる限り彼を応援したいと思っていた。夢のために倹約するのはいいことだが、結婚生活にまで及ぶとやや問題もあって、必要最低限のもの以外は無駄遣いだと却下される。おそらく隼人は長い間そうしてきたため、倹約が体に染みついているのだ。私は会社員だが激務で帰りも遅いし、家に仕事を持ち帰ることも多い。できるだけ家事は時短で済ませたいと思っている。食洗機買おうよ。食器洗って拭くのって結構時間がかかるんだよね。そんなの無駄遣いだよ。手でやればただなんだから。お掃除ロボットや洗濯乾燥機を提案してもいつもこんな調子だ。結局私のお金で購入し、快適な生活を手に入れるのだが。これすごい便利だよ。そう言って当たり前のように隼人が使うのがどこか面白くない。私は1ヶ月前から祖父母の家で過ごすことが増えていた。祖母が足を骨折してしまい、家事をすることが困難だからだ。祖父は仕事面では頼もしいが、家事はからっきし。私が小学生の時、両親が離婚し、その後は父方の祖父母に育てられた。もともと両親は仕事が多忙で、私は祖父母に預けられることが多かったのだが、すれ違いが原因で両親は離婚し、私はそのまま祖父母と暮らすことになったのだ。なのでここは私にとっての実家。こんな形で祖父母に恩返しできることはとても嬉しい。問題は隼人だ。完全に治るまで何日でも泊まってくるといいよ。でも俺の飯はどうなるの？隼人は掃除や洗濯の家事はできるが、料理は得意ではない。簡単なものなら作れるでしょ。あとは何か買ってきて食べて。そんな無駄遣いできるわけないだろ。食材だって一人分買うのは不敬罪だ。また倹約だ。仕方なく私は1週間分の作り置きをすることになった。それでも気遣いはちゃんとしてくれる。最近マンションで空き巣被害があったんだ。だから家に帰ってくるときは
必ず俺に連絡して。ミオが心配だからね。私たちが暮らす賃貸マンションはセキュリティが高いわけではない。普段は留守にすることも多いので空き巣に目をつけられ、万が一私が犯人と部屋で鉢合わせなんてしてしまったらと隼人は心配している。だから私が帰る日は自分も早く家に戻ってくるという。お金以外の面では夫婦仲はとても円満だ。しかし私は隼人について更新所に素行調査を依頼していた。隼人に貸した私のノートパソコンから離婚についての検索が多数見つかったからだ。そこには円満離婚方法、財産分与、損しない方法、慰謝料を払わない方法などの検索履歴が残っていた。倹約家の隼人と私とはお金に関して大きなズレがある。例えばこのノートパソコンもそうだ。私は新しいものを買って生産性が上がるならそれは投資だと思うが、隼人は例のごとく無駄遣いだという。彼は効率の悪い随分古い型を使っていたが、先日ついに壊れ、このノートパソコンはおじさんにもらったお風呂なんだけど20年も動いたんだ。ミオもこういう風に物を大事にすべきだよ、と感慨深げに満足していた。新しいのを買えばと提案したが、彼はここでも倹約精神を発揮。パソコンなら会社にあるし、時々ミオに貸してもらえれば十分だよ。そう考えると隼人が検索した履歴内容も納得がいく。1円も払わず無傷で離婚したいという考えは彼の金銭感覚に合致する。円満な結婚生活を送りながら水面下で私との離婚を虎視眈々と企んでいたら、でも私と離婚したい理由が見つからない。離婚理由の上位は性格や価値観の不一致だという。確かにそれは当てはまるが、隼人にとってはいいことずくめで、むしろそう感じるのは私の方だ。あれほどの倹約家が浮気をするなんてとても思えない。だったらなぜ。私の考えすぎならいいのだが、取り返しのつかないことになる前に調べておく必要があった。そして今日更新所から調査報告書を受け取ったのだが、内容は信じがたく最悪と言えるものだった。祖父にだけはあらかじめ相談しており、この後自宅に来てもらうことになっている。おじいちゃんに話すのは辛いな。考えただけでも胃が痛くなり、ソファーで少し横になる。私はそのまま眠ってしまったようで、ガチャッと鍵が開く音で目が覚めた。おじいちゃんかな。ソファーで寝てしまったせいか体が痛い。ゆっくりと体を起こそうとしたその瞬間、人の気配を感じ頭に強い衝撃が走る。目から星が出るという表現を聞いたことがあったが、まさにそれだった。私はぼんやりとした人影を見つめながら気を失ってしまう。それからどのくらいの時間が経ったのだろうか、人の話し声で意識を取り戻す。何やら電話をしているようだ。多分生きてると思う。え？正当防衛？うん、わかった。それで通せばいいのね。パパに相談してよかった。ありがとう。誰？何？夢？だが、頭のズキズキとした痛みが、これは夢ではないと教えてくれる。なんとか体を起こすと、私の目の前には、20代くらいの若い女性が立っていた。もしかして泥棒？さっき頭を強打してきたのはこの人？うっすらした記憶の中で最近このマンションで空き巣被害があったことを思い出す。犯人の顔を見てしまった私は口封じされようとしているのか、途端に恐怖が襲ってきた。すると女性が私を睨みつけながら口を開く。
あんた誰？ここで何をしてるの？何してるのって、あなたこそ何をしてるんですか？質問に質問で返さないで。キンキンした大声が頭に響く。でも相手は泥棒、刺激しないようにしなくちゃ。なんとか助けを呼ぼうと視線を動かすと、足元のバッグの中にスマホが見えた。同時に床に転がった花瓶と散乱した花が目に入る。その花瓶は厚いガラス製で重量もある。おそらくさっきあの花瓶で私の頭を、というさらなる恐怖で脳内が支配された。続けて女性が話し始める。時間稼ぎのつもり？まあいいわ、もうすぐ警察がここに来るから観念するのね。警察？自ら警察を呼ぶ泥棒なんて聞いたことがない。じゃあこの人は泥棒ではない。だったら誰なのか。頭の痛みとまだぼーっとした脳内ではうまく考えが巡らないが、とりあえずの疑問をぶつけてみる。なぜ警察を？あんたを逮捕してもらうために決まってるでしょ。どうして私が？自分の家にいただけなのに。はあ？ここは1年前から住んでる私の家なんだけど、ほら。そう言って女性は家の鍵を見せてくる。どういうことだろう。この家の鍵を持っているのは私と隼人と祖父の3人だけ。まさか部屋が二重契約されている？いや、部屋の家具は見慣れた私たちのもので、そんなことはありえない。あの、もしかして部屋をお間違いじゃないですか？そんなわけないでしょ。私はちゃんと鍵を開けて入ってきたんだから。彼女が鍵を開けて部屋に入ったところを見たわけではないが、確かに鍵が開く音は聞こえた。私はバッグから鍵を取り出し、彼女に見せる。この家の鍵なら私も持ってます。それに私はここに3年前から住んでますが。これで理解してもらえただろうか。ところが彼女は驚くようなことを言い出す。わかった、あんた隼人の元カノね。いつまで経っても荷物を取りに来ないって困ってたのよ。まだ合鍵まで持ってたなんて気持ち悪い。私が元カノ？そう、あんたたちはもうとっくに終わってるの。私は彼の婚約者。これ以上彼にも付きまとうなら別件で訴えるわよ。婚約者？隼人は私の夫だ。だが彼女は先ほど隼人という名前をはっきり口にした。人違いではなさそうだ。普段の私は冷静で判断も早い。だがこの時の私は頭の痛みに加え、一部の記憶が飛んでおり、命の危険にさらされたという恐怖心だけが先行して、冷静に物事を考えられなかったのだ。しかし私はこの女性に見覚えがある気がする。最近どこかで会ったことがあるような。でも誰なのか思い出せない。そこへ祖父が到着し、部屋に入ってきた。誰？女性は祖父の姿に慌てている。まさか来訪者が来るとは思いもしないだろう。その反応は当然なのかもしれない。私は祖父の顔を見て安心したのか、涙が止まらなくなってしまう。祖父の目には私が危険にさらされていると映ったに違いない。それもそのはずだ。床には花瓶や花が散乱して、私はこの時気づいていなかったが、額が真っ赤に腫れ上がっていたのだから。しかも私の前には女性が仁王立ちしている。ミオ、大丈夫か？一体何があったんだ？わからない。そう答えるのが精一杯だった。お前は誰だ？警察を呼ぶぞ。祖父の言葉に女性が呆れたように答える。警察ならとっくに通報しましたよ。じきに来るはずですけどね。祖父も先ほどの私と同様の疑問が浮かんだに違いない。なぜ加害者と思われるこの女性が自ら通報したのだろうかと。しかも彼女の態度はとてもふてぶてしく、申し訳なさのかけらも感じられない。
続けて、女性が放った言葉はさらに祖父を困惑させる。警察を呼ばれて困るのはそっちでしょ。二人まとめて捕まえてもらうんだからね。祖父が聞き返そうとした瞬間、インターホンが鳴り、女性から部屋に通された警察官はドラマで見た場面のように、現行犯で逮捕すると私に告げる。おまわりさん、この女が私の家に不法侵入してきたんです。捕まえてください。女性の言葉に私は首を横に振ったが、詳しいことは署で伺います。そう言うと、二人の警察官は私を連行しようとするではないか。それを阻止してくれたのは祖父だ。待ちなさい。君、名前と階級を名乗りなさい。一方の話だけ聞いて逮捕するとは何事だ。いや、しかし通報者の女性は間違いなくこの部屋の住人です。名前と階級を名乗った警察官は自信たっぷりに言う。数日前、このマンションで空き巣被害があった際、被害はないかの確認と注意喚起を含め各部屋を回ったそうだ。この女性とは少し長話になったので警察官も覚えているという。だが祖父は納得はしない。君たちはそれだけの理由でこの部屋の住人だと認めるのか。例えば潜んでいた空き巣が住人になりすます可能性だってあるだろう。この家は間違いなく私の孫娘の家だ。おじいちゃん、ボケてるの？認知症なら捜索願いが出てるんじゃないの？一緒に警察に行った方がいいわよ。警察官も困惑していた。家主は私です。連行されるなんてとんでもないと思わず大きな声が出て、自分でも驚く。そこへ隼人が帰ってきた。ドアを開けながらリビングに向かって話し始める。今大きな声が聞こえたけど、もしかしてまた。全てを言い終わらないうちに部屋にいる全員を見て、隼人は固まった。隼人、怖かった。この女がね、勝手に家に入り込んでたのよ。女性は隼人に駆け寄り、腕に手を回しべったりと身を寄せている。その瞬間、私は全てを思い出した。今日、更新所からの動画で目の前にいる二人の同じ光景を見せられたからだ。どこかで会ったことがあると思ったのはそのせいだった。女性の名前はアヤ。ハヤトの浮気相手だ。彼女は婚約者だそうだ。だからこんなことになった。祖父は事態を飲み込んだようで、私に向かって無言でうなずき、ハヤトに問いかける。ハヤト君、これはどういうことか説明してもらえるか。いや、あの、その、まさか自分の浮気相手に合鍵を渡してここで反動性してましたなどと言えるはずもないだろう。倹約家のハヤトが浮気なんてするはずがないと思っていたが、まさか自宅を密会の場所にしていたなんて驚きだ。ハヤトは顔を真っ青にして、もはや祖父の方を見ることすらできない。そこにアヤが口を挟んできて、ますます話がややこしくなる。ねえハヤト、もうこんなところ早く引っ越して結婚しようよ。せっかくパパが新しいマンションを探してくれたんだから、そうすればこんな風につきまとわれることもなくなるよ。どうやらアヤの父親に新しい物件探しまでしてもらったようだ。ハヤトが語らずとも彼女がどんどん情報をくれる。それでもだんまりのハヤトに祖父が問いかける。ハヤト君、改めて君の口から聞きたい。この女性は誰なんだ。いや、あの、その、先ほどからこの巫女としか発しないハヤトに痺れを切らしているのは私たちだけではないようだ。警察官が私たちに尋ねてきた。あの、私たちはどうすればいいでしょうか。うちわの話に巻き込んで申し訳ない。とりあえず署に戻って結構です。祖父の言葉に反論したのはアヤだ。はあ、何をさらった自分たちの罪がなかったことにしてるのよ。おまわりさん、この人たちは不法侵入者です。今すぐ捕まえてください。
私だけではなく祖父までも不法侵入者扱いされているが、それでも隼人は口を開かない。隼人君、君が説明してくれないからおまわりさんも困っている。このままでは私たちは逮捕されてしまうらしいが、どうなんだね。再三の問いかけにようやく隼人が重い口を開く。知らない人です。こんな女性知りません。隼人の発言に当然綾は黙っていない。何言ってんのよ隼人、自分の婚約者を忘れたの？昨日パパと一緒に式場の下見に行ったばっかりでしょ。知らない。隼人はブンブンと首を横に振るだけで話にならなかった。もう逃げられるわけもないのに。これ以上長引いても面倒なだけ。これを見てもらえます？私はバッグの中から更新所の調査報告書をテーブルの上に置いた。どうせ私と隼人が結婚していると綾に話したところで、私の妄想だとか言って話がややこしくなるに違いない。隼人もこの後に及んで逃げの姿勢一択だったら、この書類を見てもらった方がよっぽど早い。どういうこと？隼人が結婚してる？この女が妻？これは本当なの？そうだ。隼人は消え入りそうな小さな声で認めた。お分かりいただけましたか？すべて彼のせいでこんなことになってます。つまり私は奥さんとは知らずに花瓶をぶつけちゃって警察を呼んじゃった？じゃあ不法侵入は私の方？そういうことになるかしら。仕方ないじゃん、知らなかったんだってば。空き巣だと思ったのよ。あれは正当防衛だもん。私は悪くない。それもこれも全ては隼人が招いたことだ。この人はさておき隼人を許すことはできない。だから全ては隼人のせい。私がとても怖い思いをしたのは事実。いきなり知らない人から花瓶で殴られた上、不法侵入で逮捕されそうにもなった。隼人はどう思う？仕方なかったんだよ。起業するのに余計な金を使ってる場合じゃなかったから、家で会えば金もかからないと思って。論点がずれているよね。それ以前の問題よ。ここまで情けない男だとは思わなかったわ。隼人を責めないで。彼は会社を作ることに一生懸命だったのよ。奥さんのくせにそんなことがわからないの？こちらも論点がずれているようで、お似合いの二人なのかもしれない。お二人お似合いのようだから、どうぞご自由に。それってまさか離婚ってこと？他に選択肢はないでしょ。更新所で報告を受けた時点で答えは決まっていたのだ。まだ頭は痛かったが、記憶も戻り恐怖心からも解放された私はいつも通り冷静で判断力の早い自分を取り戻していた。一切の迷いはない。ちょうどいいじゃない、こうなっちゃったわけだし。もちろん私の気持ちはこんなことで揺らがないわ、誰かさんと違って。マウントのつもりだろうか。アヤはソファーに座る私を勝ち誇ったような顔で見下ろしている。それにしてもメンタルが強い女だ。私に怪我をさせたことも忘れ、隼人が既婚者だと知らされても平然としているのだから。私は警察官にもう少しだけここにいてほしいと耳打ちをした。離婚の方向で話が進むと思われたところに隼人が待ったをかけた。離婚は待ってくれ。私の気持ちが変わることはないわ。当然だ。すると綾が自信たっぷりの笑顔で言う。あなたたち後で後悔するわよ。彼の才能に投資してくれる人がいるんだから。起業して大成功するわ。あなたたちの悔しがる顔が目に浮かぶ。その投資家が私だと言ったら。あのねおじいちゃん、いくら認知症だからってボケるにも程があるわよ。いや本当だ。祖父は1年前隼人に投資をすると約束した。自己資金1000万円貯めることができれば祖父が2000万円出資すると条件をつけて、隼人は倹約に倹約を重ね、おそらく目標到達額まであとわずかだったはずだ。
諦められるはずもない。ハヤトが祖父に恐る恐る尋ねる。確かおっしゃいましたよね、ビジネスとプライベートは別だって。ああ、確かに言った。それはミオから頼まれたことでもある。祖父は私の夫だからというだけで投資を申し出る人ではない。ビジネスに市場は持ち込まないことを信条にしている。この話は将来性とリターンを見込んでのことだ。それを分かっている私は祖父にお願いをした。たとえこの先離婚するようなことがあっても彼が本物なら投資を続けてほしい。その代わりこの私を失望させるようなことがあれば白紙にして構わないと。そして君は私を失望させた。でも僕の事業プランを評価してくれましたよね。投資に値するともおっしゃいました。でしたら今でも素晴らしい事業プランだと思う。だが君自身は投資するに値しなかった。それだけだ。祖父は大手コンサル会社で高い収入とポストを手にし、定年後は経歴と経験を生かし若い起業家たちを世に送り出している。ハヤトは当初祖父がそんな人物だとは知らずに自分の夢を語ったところ、事業プランを求められ投資の話が進んだのだ。祖父はハヤトの調査も怠らなかった。彼の身元、会社での勤務態度、成績は申し分なく、条件を出し1年待ったのだ。あれほど熱く夢を語った君が道を踏み外して夢を捨てるとは残念だよ。魔が差しただけなんです。1年前に投資のお話をいただいた頃、ミオが仕事で帰りが遅くなることが多くて寂しくて、つい。ちょうどその頃、会社の先輩に急遽人数合わせの合コンに誘われたそうだ。会費はいらないと言われ参加を決めたというから早とらしい。独身という設定で綾と出会い、押し切られる形で交際を始めてしまったという。おそらく学生時代から夢のためバイト三昧で倹約に励み、遊んでこなかったゆえ弾けてしまったのかもしれない。それでも物事には順番というものがある。ミオと正式に離婚して彼女と交際したなら私は投資したかもしれない。違うわ、おじいちゃん。彼は私に慰謝料を払いたくなかったのよ。最低限の誠意さえ踏み倒したかっただけ。違う、そんなことはない。私たち円満に暮らしてたわよね。なのにどうして私が更新所に調査依頼をしたかわかる？ハヤトはまるでわからないという顔をしている。私はノートパソコンで見たお金を払わずにできる離婚の検索履歴の話をした。その脇の甘さを指摘し、だから新しいノートパソコンを買えばと言ったのにと今更ながら忠告する。彼女を家に呼んでいたのもお金を使いたくなかったからでしょ。そんなせこい人の起業が果たして成功するかしら。どんなに優れた事業でも人を大事にできないトップには誰もついてこないわよ。それは取引先も同じ。ミオに何がわかるんだ。残業ばかりしてる社畜にはわからないよ。図星だったのか、ハヤトは急に声を荒げた。君はどうしてミオの帰りが遅くなったか分かってないようだね。全て君のためだったというのに。え？私はハヤトの起業を陰ながら応援していたのだ。自分がトップに立つよりサポートが好きだからということもあるが、祖父にだけ頼るのも申し訳ないという気持ちもあり、知り得る限りの人脈を使いルートを作っていた。事業プランは荒削りなところがあったのでブラッシュアップしたり、スムーズなスタートが切れるよう仕事の後に動いていたのだ。それからミオは私が投資した企業数社の顧問に就任している。この子にはビジネスの英才教育を施してきた。そこらの大手企業の部長クラスよりよほど有能だよ。もちろん君よりもね。私の両親はお互い海外で仕事をするという夢を諦めきれず、赴任先が異なり離婚を決めた。私が一生一人でも生きていけるようにと、祖父からはビジネスを、祖母からは家事を叩き込まれたのだ。
ハヤトは私を仕事好きの OL だと思っていたので、そのまま通していた。私をただの社畜 OL だと思っていたハヤトはさっきからずっと驚いている。そんな君はそんなミオの支えも知らず、女を作り最悪の形でミオを裏切った。私がこれまで送り出した投資家は皆成功を収めたよ。今回は孫の夫ということで目が曇ったのかもしれないな。そうじゃないわ。彼が変わってしまっただけ。少なくとも1年前までのハヤトは堅実な人だった。でも私やおじいちゃんが夢を叶えてあげたいと思ったハヤトは今はもうどこにもいない。ハヤトは何か言おうと口を開きかけるが、言葉が出ないようだ。アヤはうまく話についてこられないらしい。慰謝料は払ってもらうが、君も離婚したかったならよかったじゃないか。それからそこのお嬢さん、私の孫に怪我をさせてどう責任を取るつもりかな。どうか信じてください。本当に魔が差しただけなんです。離婚を考えたことなんか一度もありません。私は何も知らなかったんです、ハヤトが結婚してることなんて。だから不審者だと思って正当防衛のつもりだっただけなんです。ハヤトは何としても投資を取り付けたい。アヤは警察官の前で自分の正当性を訴えたいようだ。床に手をついて祖父に許しを請う。二人ももう猿芝居はやめにしたら？え？私はボイスレコーダーを取り出し、更新所でもらった音声を再生する。ねえハヤト、いつになったら奥さんと離婚してくれるの？いつか鉢合わせしたら私何しちゃうかわからないよ。そう焦るなって。物事には順序ってものがあるんだよ。慰謝料を払わないで円満に離婚してほとぼりが冷めたら結婚しよう。そうすれば俺の経歴にも投資話にも響かないし、親だって誰にも後ろ指は刺されない。慰謝料くらい払ってあげれば？たかだか200万程度でしょ。この先ハヤトならすぐ稼げちゃうじゃない。いや、たかが200万、されど200万だ。慰謝料なんて何の見返りもないものに払うくらいなら事業に使うよ。よっぽど戻りがあるからね。音声を聞いた二人は顔を真っ白にさせ、ガタガタと震えている。これがあなたたちのすべて。特にハヤト、慰謝料をケチったばっかりに大きな代償を払うことになったね。私から言うことはもう何もない。祖父の威厳のある低い声に底知れぬ怒りを感じる。あとは私が幕引きをしなくては。アヤさんだっけ？あなた、私がこの家の住人でハヤトの妻だって知ってたのよね。そのなんとなく少し。先ほどまでの勢いはどこへやら。小さい声でアヤが答えた。音声ではっきり奥さんといつ別れてくれるのって聞いてるよね。さらには鉢合わせしたら何しちゃうかわからないって。これで正当防衛なんて通用しないわよ。ハヤトが悪いのよ。結婚しようって言ったくせにいつまでも奥さんと別れないから。それでのんきにソファーで寝てるのを見たらムカついちゃって。ついに愛の自白も取れたので、私は警察官に向き直り伝える。おまわりさん、長らくお待たせして申し訳ありません。これで捕まえるべきは誰なのかお分かりいただけますよね。署までご同行願います。通報者だったはずの綾は警察官二人に両腕をつかまれる。違うんだってば。花瓶の水をかけてやろうと思っただけなの。つい手が滑って頭の上に落ちちゃっただけ。詳しいことは署で伺います。そちらの男性も一緒にお願いします。え、俺は関係ないでしょ。まるで自分は無関係だと思っていたのだろう。ハヤトは急にうろたえ出す。警察でたっぷり叱られるといい。連行されそうになるハヤトに祖父が声をかける。ハヤト君、待ってくれ。何かいい話だとでも思ったのだろうか。祖父の呼びかけにハヤトは顔を明るくした。ハヤト君、最後に君に礼を言わせてくれ。私に初めて
失敗というものを学ばせてくれてありがとう。その言葉を聞いたハヤトは号泣して警察官に連行されていった。これが私が見たハヤトの最後の姿だ。最後の最後まで保身のための言い訳を重ね、私と祖父には謝罪の言葉すらなかった。こういう人間だと分かればかえって清々する。私には何の未練もない。ハヤトに起業という夢があったように、私にも夢があったのだ。それは子供を授かること。孫の顔を祖父母に見せてあげたいとずっと思っていた。その夢は叶わなかったが、それでよかったのだ。あれほどのケチが子供にお金を使うとは思えない。考えただけでもゾッとする。私の怪我は幸いにも軽く、検査の結果も異常なし、3日程度で腫れも引いた。あれから私は修羅場の舞台となったマンションを解約して祖父母宅で暮らすことに決める。引っ越し直前にあの時の警察官が謝罪に来て何度も頭を下げていた。こちらも散々修羅場をお見せしたので恐縮してしまう。ハヤトの荷物は義実家に送ったが、あまりの少なさにびっくりした。いかにお金を使ってこなかったかがよくわかる。ハヤトには弁護士を通して離婚と慰謝料を請求するも、彼はこれを拒否してきた。理由は私が祖母の介護で1ヶ月間家を空け、家事を放棄したからだという。これには弁護士も呆れていた。ハヤトは私と別れたいのではなく、祖父の資金力を諦めきれないのだろう。慰謝料だってどうしても払いたくないに違いない。彼のケチな性格がありありと浮き彫りになった。弁護士からこのままでは裁判になり、ハヤトに勝ち目はなく裁判費用もかかるのだと告げられると、しぶしぶながら離婚に応じ慰謝料を支払ったのだ。だがこれだけでは済まなかった。私はアヤに慰謝料と治療費を請求したが、全てはハヤトのせいと言って弁護士に依頼し、ハヤトに丸投げ請求。さらには婚約破棄だと言い、自分への慰謝料も上乗せ。結局ハヤトはこれも支払うことになり、あれほど頑張って貯めた資金は底をついた。私の怪我が軽かったことや初犯ということもあり、アヤは不起訴となったが、あの日連行されパトカーに乗るところを見た人から噂が広まり、外も歩けず引きこもりに。一方ハヤトも同様に噂が広まり、それは会社にまで及んだ。上層部から説明を求められたが、事実を語ることもできず、やがて愛人と共謀して奥さんの命を狙ったと噂されるようになった。耐えられなくなったハヤトは自主退職をしたそうだ。ハヤトとアヤは互いを罵り合い別れた。だがアヤの父に多額の借金があったことで状況は一変する。アヤの父親が借金取りに、あとは娘と婚約者が払うと言って夜逃げしたため、二人一緒に逃げることになった。私が留守の時、祖父のところへ助けを求めに来たが、実はここにもお前たちを追ってきたぞ、ここには来ない方がいいと嘘をついて脅かすと、二人は慌てて逃げていったそうだ。保証人でもないので払う義務もないのだが、祖父はあえて教えなかったと言っていた。その後の二人のことは知らない。私は出戻りのような形でまた祖父母と暮らしていた。今度結婚するなら祖父のような人がいいと言うと祖母が反論する。この人は仕事はできてもご飯の炊き方すらわかんないんだからダメよ。そういう祖母はすっかり足も治り、元気に家の中で動き回っている。外ではあんなに頼もしい祖父もまるで形なしだ。それから2年後、私は再婚して6ヶ月の男の子のママになった。結婚相手は祖父の古くからの友人の孫で、私とは価値観がよく似ている。彼は仕事で成功していたが、前妻も寄ってくる女性もお金目当てでげんなりだったという。祖父に
仕事の意見を求めるため家によく来ていたのだが、私とはバツイチ同士、話をするうちに親しくなりゴールインした。彼は祖父母を師匠と仰ぎ、同居して仕事と家事のレクチャーを受けている。もちろん育児にも積極的だが、祖父母が息子を話してくれないので私たちの出番は少ない。祖父母に孫を抱かせてあげたいという夢を叶えた私は今とても幸せだ。